運のの十座聖子の詩人1銀座裏のバーサロン船を出た時には2人ともひどく命酊していた「私は私で」で黄色いまばらな街灯に照らし出されたなじみの裏町がまるで水の中に浸かっているような気がしたし「穂村のやつは穂村のやつで」 黒いソフトを名言シドニーのように横ちにかぶりステッキが単語を踊りながら彼の長い2本のすねを引きずっていくといった格好だった私はそれでもロマンチストだから構わないようなものの彼ホムラなるものは商売が私立探偵ではないか帽子のてっぺんから靴の裏底までおよそリアリズムであるべきだったしかるに今夜彼は それらの特徴を見事振り落とをりして、体中が隙だらけであるかのように見えたもし彼に恨みのある前科者どもが担当逆手に現れたとしたらどうするだろうと私は気になってしかたがなかったすると背後から大声でもって警告してやりたいほどやたら無性に不安に襲われたこの吐き気のように突き上げてくる不安は あながち酩帝のせいばかりではないことはよく分かっていた近代の都市生活者の99%までが知らず知らずの間にかかっているといわれる脅迫観念症の仕業に違いないのだ穂村がよろめくのを追って私が右にヨタヨタとよたよたと寄ると炎は意地悪くそれと逆の左の方によろよろと傾いてゆくのだった銀座裏は時刻だから いたずらに広々としたアスファルトの路面が伸び両側の家はひっそりと寝静まりさまざまな形をした街灯が半分夢を見ながら足元を照らしていた酔っ払いにとって四つ角は至極懐かしいものである三軒先のコンクリート壁体をなめるようにして歩いていたホムラは四つ角を見つけるとうれしそうに両手を上げ まるでゴールのテープを切るような格好をしてよろけていったその時私は後ろからそれを眺めていて急にはっとしたのだったその四つ角へ別の横丁からおかしなやつがのこのこやってくるその姿は本当にはさっぱり見えないのだそれにもかかわらず 見えない横丁に歩いている人間の姿が見えたような気がしたいややはりはっきりと見えたのだそれは不思議なようで別に不思議はないことだ私たちのように長年都会に住んで極度に神経を敏感以上病的に削られているものは別に特殊な修練を経ないでもいつの間にかちょっとした投資ぐらいはできるようになっているのだった これはいつもそういう話の出た時に私の言う話であるが試みに諸君は体の調子の良い時にポケットの懐中時計をそっと手の内に握って「はて今何時かなあと考えてみたまえすると目の前に白い時計の文字盤が朦朧と現れ短い針と長い針の傾きがありありとわかるのだ。 そうしておいて手のひらを開き本当の文字盤を見る「風然、1分とたがわず2つは一致している」「これでも諸君は信じないというか四角では穂村ともう一人の黒い影とがもつれ合っているのだった」「私は応援してやりたい気持ちいっぱいでペイブメントを蹴って駆け出したのであるがかけるというよりは泳ぐというに近かった」 僕はい、い、生きているのでしょうかと、むらの前に立つ怪しの男が、熱心に尋ねている。むらは、その男に胸ぐらを取られたまま。ああ。ああ。と、低くうなっているばかりだった。ちょいと、僕の体を触ってみてください。この辺を、触ってみてください。 かんばかりにかの男はわめくのであったそしてむらを話すとベリベリと音をさせて我と我がワイシャツを裂きその間から屍のように青白い恐怖を露出させた私は初めてその男の姿をまじまじと観察したのだったが思ったよりははるかに若い男だった年の頃は275でもあろうかだが 皮膚には一滴の血のけもなく下まぶたがぷくりと膨れて垂れ下がり大きな目は干物の,のように光を失っていた君はお面白いことを言う穂村が口の辺りについているよだれらしいものを手の甲で拭いながら言うのであった生きているかああ ここにあるのは、君の胸ではないか。だ。むらは腰をかがめ、指先を自分の目の前にチラチラ震わせていった。では、僕の手を握ってください。よーし、握った。穂村はよろけながら海青年の手を取った。その手は、 僕の体につながっているでしょうかバフバカなことを言いたまえ。ついていなくてどうするものが。僕がしゃべるときにはこの唇が動いているでしょうかなに唇がパクンパクン開いたり閉まったりしてるじゃねえか。こいつ人をなめやがって。 ほむらは気合いをかけると。え,えいと青年の頭をガーンとどやしつけた。青年は痛そうな顔一つしない。が彼はたちまち恐怖の色を浮かべてわめき出した。お憎むべき幻影よ。我が前より消えてなくなれ。消えてなくなれ彼は、 両眼をカッと見開きこの一見意味のないセリフを吐き散らしていたがやがてブルブルと身震いをするとパッと身を翻して駆け出した「それ逃がすな!」と叫んだ穂村の声はいつの間にか普段のあの胸のすくような名調子に変わっていた「よし捕まえてやる!」と私は怒鳴ったこれは冗談事ではなくて 何かか事件かもしれない私の酔いはやっと冷めかかった私は兵士のように身を挺して改青年の背後に追いすがった右の肘をうんと伸ばすと運よく彼の肩口に手が触れた「釉薬」「えっ!と」と飛びかかった「無念!」引っ張ずされてアルコールのただりもあって 体が宙にくるりと一回転してあげく嫌というほど腰骨を打ちつけたじっと地面に伸びているよりほかにしかたがなかったむらが勇敢にも私の体を飛び越えて追いかけていったのがぼんやりわかっただがこっちは全身がきかないのだどこに自分の腕がありどこに自分の足があるのだか皆目見当がつかなかった気がついたのは この際のんきな話であるが何かしら福いくたる匂いとでも言いたい香りがその辺りにすることだった邪行というのはこんな匂いじゃないかしらそんなふうなことを思いながら夢を見ているような気持ちだった突然意識が鮮明になった朝霧が風に吹き飛ばされて辺りが急に明るく晴れてゆくように。 こんななものを頭からからってたじゃないか私は真っ黒い布を頭から取り除けて上半身を起こした真っ黒い布と思ったのは洋服の上着だったそうだ怪しい男を捕まえたっけがあいつの上着なのだ怪しい香りもその上着から発散することが分かってきたそれにしてもいい匂いだが なななんんというう。エキゾティックな香りなんだろう私の手は無意識に伸びてその上着のポケットをまさぐっていたおなんだか入っているぞ手のひらに握れるほどの大きさのものだった出してみた透かしてみたそしてなで回してみたなんだか瓶のようだ突如近くで私の名を呼ぶ声がする 私はむっくり起き上がった横丁をすり抜けてシチのように駆け出しゆく人影いやあいつだあいつが引き返してきたのだその後からバラバラと追ってきたのは穂村だった元気を出せ走れ早くとむらは私の方に投げつけるように叫んで怪人物の後を追った その後から真夜中ながら野獣馬の押し寄せてくる気配がした私は野獣馬に追い越されたくなかったのでまっしぐらに駆け出した今度は大丈夫走れるぞと思ったそのネズミのような快青年は目に止まらぬ速さで逃げ回った街灯が黄色い光を斜めに投げかけている街角をひょいと曲がるたびにそれあそこだ 年の国営がパッと目に入るだけだけった。私たちと野じ馬とはずっと感覚ができてしまったそしていつの間にか丸の内寄りの堀近くまで来ているのに気がついたあっ閉めた袋小路へ入ったぞあいつが引っ返してくるところを押さえるんだ穂村の声に私は最後の5分間的な力走を続けた。 河川その袋麹の入り口へ来た「待て!」穂村はその入り口に忍び寄ると倒れるように地に張ってそっと下の方から袋麹を覗き込んだ30秒40秒50秒穂村は動かない3分も経ってから穂村は塵を払って立ち上がった 彼は私の耳元でささやいたコートの襟を立て巻きタバコを口にくわえた水管が2人腕を組み合ってのっしのっしと袋麹に紛れ込んだもちろん穂村と私とだったその袋麹はものの5 0ルとなかった両側に3軒ずつの家があった 右側は皆下田屋ばかりですでに戸を閉めている左側は表通りと連続して古いレンガ建ての3階建てがあってカフェをやっているらしくこのぐらい入り口が見えるその奥はがっちりした和風建築の2階屋でこれも戸が閉まっているこの袋小路の突き当たりはお堀だったそんなわけで起きているのはカフェばかりだった 私たちはカフェドラゴンとネオンサインで書かれてある入り口をのぞいてみたまあいいご機嫌ね <laughs> 誰もいないと思った入り口の増加の陰に女がいた僕はホムラの腕をキュッと握りしめて緊張した「君君んとこはまだ飲ませるだろうな」「もちよ」「寄ってらっしゃい」 おい、来た。友達がいにもう一軒だけ付き合ってくんろいいかムラが私の顔の前で酔っ払いらしくぐにゃりとした手首を振った私にはその意味がすぐ分かったのだった入り口へ入ろうとするとおっとっと急にムラは私の腕を思いでつかつかとお掘りまで来ると前をまくって シャーシャー音を立てて小便をした穂村のやつ小便にカゴつけてお堀の形成をうかがっていることは私にはよく分かった入ってみるとそこは何の変哲もないカフェだった広いと思ったのは表だけでバカに奥行きのない家だった穂村は先頭に立ってのこのこ3階まで上がった各階に客は45人ずついたが 私たちの探している相手らしいものの姿はどこにも見当たらなかった何召し上がって入り口にいた女給が3階までついてきたビールだで君の名前はマリコって言うわどうぞよろしくイートンクロップのおかっぱ頭がよく似合う子だった前髪が切れ長の涼しい目とスレスレのところまで垂れていた 何よりもかわいいのは発育しきらないような青語だったおいマリちゃんすかさずむらが彼女の名を呼んだここスペシャルルームがあるんだろう。地下室かなんかにそこへ案内しろよ地下室なんてないわよこの3階がスペシャルなんじゃないのとやり返してマリコは下へ降りていった 煙草の箱を探そうと思ってポケットへ突き込んだ指先にカチリと硬いものが当たったので私は思い出したおい戦利品だ私は穂村の脇っ腹をつついておいたから例の男の上着から失敬したものをテーブルの下にそっと取り出したなんだか薬瓶のようだね万事を了解したらしい様子の穂村が小声で言った レッテルが貼ってあるボラギノール,ノールと私はかろうじて薬の名を読んだボラギノールって血の薬じゃないかホムラはなぞなぞの寝台にぶつかったような顔つきをしてちょっと首を曲げたそこへマリコがバタバタ階段を上がってくる気配がしたので私はホムラに後を聞いてみる余裕もなくその薬瓶を ままた元のポケットにしまい込んだ、2. 小石川の音羽に近くネズミ坂という有名な坂があったこの坂は音羽の方から小日向台町の方へ上って上り坂となっているのであるが道幅が2メートルほどの至って狭い坂だった上り口のところはそうでもないが 山頂ほど登ったところで誰もがこの坂にかかったことを後悔するであろうそれというのがこの名うの坂はその辺りから急に傾斜がひどくなって足が自然に動かなくなるその上に道がだんだん向かってきて一歩力を入れて登ると二歩ズルズルと滑り落ちるという風だったそれをそばの棒食いにつかまってやっと体を支えハーハー息を切るのだった 気が付いて辺りを見回すと子は祖もいかに高野山に紛れ込んだのではないかと驚くほど杉やケヤキの老樹が太い幹を重ね合って丁々とそびえ首を上げて天のある方角を仰いでもわずか1メートル四方の空も見えないのだったそして急に冷え冷えとした山気のようなものがぞっと背筋に感じるその時人は そのネズミはあの敏少さをもってしてもこのぬらぬらした旧坂を登ることができないでいたずらにあえいでいるこれがネズミ坂という名のついたいわれであったこの坂の登ることも降りることもちゅうちょされるその中途にさらに細い道が横に切ってあって その奥に口かかった門柱が見える家があった。その家の門は月のうち23日を除いてめったに開かれることがなかった門の鈴がリリリンとさえた音を刺させる日は大抵月の上旬に決まっていたもし気をつけて柿の間から伺っているならば放客は夜分に限りその年齢の頃は皆四十から下の比較的若い男女であって いずれも相当の身なりをしていることが分かったであろう炎探偵もその夜の客に混じっていたのだった彼は開花の待合室で順番を待っていた一座には袴を履いて顎の先に髭を生やした男がしきりに心霊の物理学について論じていたその隣には半年前に夫を失ったというまだつやつやしい未亡人だど その命にあたるという若い女なのがいながれていたむらは一人離れて下座にいた手を伸ばすと寒そうに光っている廊下が触れるその廊下を出ると幅の狭い段ごが2階へ続いていた「ボわーン」と小さいドラを打ったような音響がその段ごの上から流れてきた。 あなたの番ですよとあごひげのある男がおしゃべりを中止してむらの方に合図をしたむらはうやうやしく頭を下げるとしびれのする足を伸ばして立ち上がった開花の明るさに比べて段柱の上は暗闇に近かった彼は手探りに登っていった最後の段を登りきると目の前には 異様な光景が浮かび上がったのだった十畳敷ほどの間が2つ障子が開いていた薄ぼんやりと明かりがついている小さいネオン灯がシェードのうちに桃色のかすかな光線を出していた床の間を背にこっちに向かって座っているのは婦人だった暗くてよくはわからないが若くはないその隣には 懐中電灯の乗った小机を前にして頭のはげ上がった老人がいたもう2人背広姿の若い男がいてこれは夫人の前にかしこまっていたでは大竹さんと老人は隣の夫人に呼びかけたついでにもう一つやってあげてください大竹さんと呼ばれた婦人は無言でうなずいた その時、横顔がちらりと見えたが、四十を2つ3つ越したかと思われる。ぶくぶくと肥えた中、年女であることが分かった。あと、それに続いて2人の背広男が丁寧に頭を下げた。あとの方、誠にすみませんが、もう1つやりますから少々お待ちください。老人の静かな声に穂村もまた無言で大諾した。

ああと大竹女子がうめき声を上げたそれ出ました声をおかけなさいと老人は手を挙げて2人に合図をすると元の小机の前に帰っていったそう先生ですか。声をかけたのは345の男の方だったわしはそうじゃ。 今忙しいからあとに来い大竹女子が目を閉じたまま男の声で答えた先生こっちは曽我定一です神田仁太郎を連れて上がりました曽我定一に神田仁太郎そんな名は知らぬぞ男はその時何やら早口に言ったのだが 何か外国語のようでもあり何の意味かわからなかったしかし大竹女子は喜びの表情を表して答えた分かったなるほどそがとんだかと言ったがその後で急に顔をしかめてわしは胸が苦しくてならんと言ったそれは先生 曽我定一と名乗る男はちょっと言いよどんだが先生はご臨終の苦しみを続けていらっしゃるのです目をおさましなさい何臨終だ馬鹿を言いなさい生きているものを捕まえて臨終とは何事か大竹女子は男のような険しい顔つきをして叫んだ先生は もう徳の昔に死の世界に行かれましたもう3年も前に亡くなられたのですわしが死んだ死んだ者がお前の顔を見たりこうやってベラベラしゃべられるかいハッハハッ助は目を閉じたまま後ろへ反り返って笑った隣の老人が驚いて助手の体を後ろから支えたほどだった い,いえ、先生はすでに亡くなられました。今日はそれをお教えして、死後のご立命をおすすめに来たのです。先生には死んだような気がなさいませんかそう言われると、どうも、腑に落ちないこともあるんだが。女子は首を少し曲げて、何事かを考えているふうだった。そう、先生、試みに。 ご自分の体を触ってごらんなさい。女子は自分の胸のあたりに両腕を組むようにしてそこらを撫でるのだった。わかりますか、先生。胸のところにチブさがありましょう。おお、これはおかしい。女子は自分のチブさを着物の上からぎゅっと握りしめて怒りかしげであった。先生は幅の広いびを締めておられる。 膝の周り柔らかい膝そして先生の頭には豊かな黒髪がある曽我定一の言葉につれて女子は手を動かしてあるいは腰の周りに恐ろしそうに触れ膝を押していたが最後に両手を上げてふさふさとした側髪を押さえた時に「あっ!と」と一斉わめいた。 女子は極度に興奮してその場に立ち上がろうとするのを隣席の老人は笑いながら後ろから抱きついて止めた。あ,あ、これは女の体だ。女の体だ。わしの体をどこへやった。わしの体を返せ。女子は裾の乱れるのも気づかず我と我が身をかきむしった。先生。 がてんがゆかれましたか曽我定一が憎いほど落ち着いた態度で言った先生の体はもうなくなっているのですそれは先生の霊を生前の世へお迎えするために使っている霊媒のご婦人の体なのですおわかりですか何霊媒これは。 わしの魂が乗り移っている霊媒の婦人の肉体だというのかああ女子は頭を抱えてその場にうつむいたやがてその下から鳴き声が漏れてきたけだものの叫び声に似た怪しい響きを持った鳴き声だったああいつの間にかわしは死んでいた女子は嘆きのあまりか 容易に身が起こさないようであったどうです今日はその辺でやめておいては隣席の老人が2人に注意した曽我定一は連れの神田の興奮に青ざめたような顔をちらりと見た上で老人にやめることを頼んだ老人は再び大竹女子の前に膝をつくと何やら呪文のようなものを唱え 女子の額の額辺を二三度撫でるようにした女子は元の女らしさに立ち返って静かに状態を起こしたそしてケロリとした顔で一座を眺めるとやや決まり悪そうにはだけた前をかき合わせたのだった2人の背広男はこの時丁寧なお辞儀をすると席を立った離れしているらしく始終ベラベラと喋った曽我定一という男それに反して も発しないでただ興奮に青ざめていたような神田仁太郎と呼ばれた若い方の男炎はそれをぼんやりと見送っているような顔つきをしていたがその実彼の全身の神経は網膜の裏から機関銃を放たれた弾のように両人めがけて落下していたのだったその時の若い方のが昨夜銀座裏であったあの男なのさ ムラは引き出しの中から新しいホープの紙箱を取り出すとそう言った神田仁太郎という男だねそう言って私はムラの部屋にかかっているムコバッグの裸体画が正午近い陽光を受けてまぶしそうなのを見たあの袋工事にはカラクリがあるどんなカラクリだいそいつはわからんだがおいおい分かってくるだろう。 神田二太郎のことなら小石川のその何というのか心霊実験会みたいなところで聞けば分かりやしないかすでにさっき調べてきた穂村はにがりきって言うのだった無論住所は二人ともでたらめだったあの神田という青年は何だってあんな格好で路地裏なんかに現れたのだいあれは神田氏だけの問題なので気が変になったとか あるいいは酔っ払っ払ていたとか。ここで私は薬と忍び笑いをしなければならなかったそういったことだけなのかそれともあれがもっと大きな事件の一切断面だとでも言うのかいもちろん事件だムラはげんかに答えた悪くすると我々の想像できないような大事件かもしれないそんなことはどうしてわかるのかい と私はホムラが迷惑かもしれないと思ったが率直に尋ねたそれには色々の理由があるホムラはやっと気がついたように一本の紙巻きたばこを抜き出して口にくわえたまずあの快青年の顔だあんなに特徴のある立派な顔は珍しいと思うあれで憔悴していなかったら鬼人の顔だよそれから例の心霊実験会だ ついにイチゴもはかなかった海青年と落ち着いてしゃべっていた曽我という男との間にほのかに感じられる特殊な関係それにあの不思議な実験だまた路地裏で海青年が僕に投げつけた言葉は戦律なしに聞くことはできない何か恐ろしいことが現に発生している君は僕の階段目の覚めるようなにおいのことも忘れちゃいないだろうね うん。あれは僕の想像に裏書きをしてくれるようなものだ。ボラギノールの薬瓶はボラギノールの薬瓶。そいつは僕の完全に見えるたった一本の縄だ。この一本の縄があるばかりに、僕はたちまち今日から何をすべきかということを教えられている。それで何をしようというのだい明日から当分、 午前9時から午後1時まで君はこの事務所へ来て僕の代わりに留守番をしていてくれたまえそれで君はオムラはそれに答えずタバコに火をつけるとパッパとうまそうに吸った君はカフェドラゴンの女給がだいぶん気に入ったようだねオムラは人の悪そうな笑いを浮かべて私をからかったおおマリコのことかい 私はしらばっくれて言ってやったあの子はこの事件に無関係だと思うがねマリコのことはそっとしておいてと穂村は急に顔面を頬張らせていったあのフルレンガ建てのカフェドラゴンだが今朝起き抜けにあの堀向こうの人事ビルの屋上へ測量機械を立てて望遠鏡で測ってきたほほう私は のしだがいかんながら昨夜目測した部屋の面積にレンガ壁の厚さを加えただけの数値しか出てこなかったつまり隠し部屋があるだろうと思ったが間違いだった私は簡単のあまり黙ってうなずいたその代わり素晴らしい拾い物をしたお何を拾ったねカフェドラゴンと、 泥船がたくさんもやっているお堀との間に背の高い日本風の家があるところがこの家の2階の屋根に少し膨れたところがあるちょっと見たぐらいでは別に気がつかないほどの膨らみだトランシットでビルディングの上からしっに観察してみるとその膨れた屋根は隣のカフェのレンガ壁のところで止まっている僕の目はレンガ壁の上をスルスル張って カフェドラゴンの屋根に登って行ってた。するとそこに大きなレンガ積みの煙突があるのだところがこの煙突の根元へ焦点を合わせて見て分かったことだが灰色のモルタルの色でこの煙突だけはつい最近できたものだということが分かったこれは面白いことだあの二階屋を建てたためにあの煙突ができたと考えることはどうだろう その次には二階屋につけるはずの煙突をどうして隣につけたのかと考えてはどうだろうかさらにもう一つ二本立ての二階屋になぜ煙突が入り用なのであるかと考えてはいけないであろうかムラは陶酔的口調で私に聞かせているのではなく彼自身の心に聞かせているのであることは明らかだったすると その辺りに快成年が隠れているというんだねうん一度入ったものはいつかは出てこなければならないそうだろう。あとは今季比べだ青年カン・ウジンは今日も窓のそばに椅子を寄せて はるかに光る聖子の風景を眺めていた空はコバルトに晴れ雲の影もなかったこの頃は毎日お天気続きだった湖の左手には眉墨をぐっと引き伸ばしたようにそてが延々と続いていたややその右によって宝石山の姿がくっきりと盛り上がり保宿塔らしい影が天をさしていた いつ見てもうるわしい聖子の風景だっただがいつ見ても変わらぬ風景だったことがカ無人には物足りなかったそれにこの部屋の窓は非常に厚い壁を隔てた彼方に開いていたので自然視界が狭く倉庫を覗くこともかなわなかったこの部屋はカ武人の故郷であるところの浙江省は広州の郊外万象霊の上に立つ 直立200尺の老大のうちにあってしかもその一番高いところにあった現代風の試みからこの部屋の天井は厚い曇りガラスを張り詰めてあるので日中は朝から晩まで日の光が差しガラスを通して大空の青さが見えるようであったせめてこの部屋の南側にもう一つの小窓でも開いていたらそこからは「風地上よろしくないかもしれないが」 戦闘甲のにぎやかな仮面が禁眼の彼にも薄ぼんやり見えたことであろうなぜ自分の先祖はこの老台の頂上にたった一つの小窓しか開けなかったのだろうカ武人は今から1000年も前にこの地を選んで大土木工事を起こした五王の移住を図りかねただが当時は唐の壊滅を受けた後の蘭国時代のことだから いつ五王を狙って敵軍の軍勢が攻め寄せてくまいものでもなかったはずだその時に名言牢と呼ばれるこの高遠は望遠鏡の力を借りて四十里彼方に蟻の動くのも手に取るように分かったことだろうしんば敵軍がこの塔下に迫って矢を追いかけても辺りは十尺もあろうという厚い壁体だし空いている窓はたった一つであるから一筋の矢を送り込むことも不可能だったことだろう そこに先祖の用心があったのかもしれないのだっただが今となっては呪いの小窓以外の成り物でもないもっとも私はもう死んでいる身なのだカン・ウジンはそこで大きなため息を一つついたのだった穂村探偵がカン・ウジンの顔を見たらばどんなに驚くことだろうそれはいつかネズミ坂の心霊実験会で会い それからのち真夜中の銀座裏でとっぴな質問を浴びせかけたあの神田仁太郎という改青年にうり二つの顔だったからしかしあれは日本での出来事だったここは疑いもなく西へ500里も隔たった中華民国は浙江省での話だった関青年はまたいつものようにあの不思議な日以来の出来事を復習し隅から隅まで緻密な注意を走らせてみるのだった その頃彼は故郷の広州を亡命して孫家庭という家父と共に大日本の東京に日を送っていた日本へ渡った時はまだ小さい少年だったので日本語を覚えるのにあまり苦労をしなかった彼はいつしか家父の孫家庭がつけてくれた日本名の神田仁太郎という名を愛していた孫家庭自身も日本人らしく蘇我定一と名乗って 中国人らしい顔色をどこかに振り落としていた2人の生活はできるだけ質素を胸とした孫家庭は中国料理のコックと称して方々の料理店を渡り歩いたその時カ少年を自分の甥いだと称して一緒に連れ歩いたのだったこの数年は丸の内のお堀近くにあるカフェドラゴンを買い取って2人は行いすましていた 人は少年期を飛び越していつしか立派な青年となっていたそしてその勝者たる風采と希望とはおのずから鬼神の末であることを表しているかのようであった彼はいつとなく銀座や新宿のカフェ街に出入りすることを覚えてしまった彼の男らしい容姿と豊かなポケットマネーはどの店でも女給たちをわっわと騒がせずには置かなかった 彼は孫家庭の中間もどこに吹くかというような顔をして毎日毎夜東京中を飛び回るのに夢中だった彼はついに1台の高級クーペを買い込むと簡単におつしゅ運転手の免状を取りその翌日からは東京市内はもちろんのこと横浜の本木海岸さては鎌倉から遠く小田原辺りまでもドライブしたその結果彼は 知らず知らずのうちにスピード橋になっていた時速40マイルなどはお茶の子再生であった警視庁の赤オートバイに追いかけられたこともしばしばだったが彼はいつも鼻先でふふんと笑うと時速65マイルという砲弾のようなスピードであっという間に赤オートバイを豆粒くらいに小さくすることが慣例であってその度ごとに彼は鼻を高くしたちょうどその頃 彼にはちょっと気がかりな事件が生じたそれは家父の孫家庭が1週間ばかりというものは行方不明になったことだった彼に行かれては寛青年は不穏に等しかった非常に心配して行く末をいろいろと思い患っているところへ孫家庭がひょっくり帰ってきた帰るには帰ってきたが彼は2人の中国人を連れてきた 一人は王陽順といって孫と似たり寄ったりの年頃でもう一人は初めからマリコと呼ぶまだ178の少女だった彼らは他へ宿を取るというふうもなくカフェドラゴンに寝泊まりするようになり王は毎日外出して夜遅く帰ってくる一方マリコと呼ぶ少女はドラゴンの女給となったのだったそんなことは関青年にとって大した問題ではなかった 困ったのは孫の鼻息が急に荒くなったことだった彼はことごとに文句を言ったそうかと思うと彼は数回にわたって心霊実験会へ引っ張っていったそこで寛青年は幾人となく死んだ治癒の霊と話をした死後の世界というものがなんだか実在するように感じられてきたのだった寛青年は 死という問題にだんだんと恐怖を覚えずにはいられなかった人間は死んだ後でも死んだことを意識しないでいるものだということが心霊実験界の多くの実例によって分かってきたのだったそのことは一層完成年を脅かした彼は京浜国道を60マイルのスピードで走っていて時々通行人を聞いたり 荷車に衝突して自分も相当の怪我をしたことが何回もあったことを顧みて立然としたひょっとするとあのうちのどの事件かでもって自分はすでに死んでしまったのではなかったかそうした不安が心の片隅に咲き出すとみるみるうちに空を覆う乱雲のように広がっていった彼は異常の興奮に発感しながらまず胸部を押さえるのだった それから幅の広い帯を探し伝部をなで紙に触れてみたもしや指の先に大竹女子の体が触ったならその時は「万事急須と言わなければならないいやいや霊媒は大竹女子に限ったことではないのだ中には男の霊媒もあることだったどの霊媒を通じて自分の霊魂がシャバを訪問するかもしれない そう思う思といててももたっっられなかったこの頃では自動車の運転も控えめにしておとなしく閉じこもっている自室を出ると孫を呼んで自分が生きているかどうかを尋ねてみた孫の言葉だけでは物足りない時はマリコを呼んで体の一部を触らせたそれでも自信が得られない時は気が変になったようになって深夜の街を奉公し会う人会う人に 自分が生きているかどうかを判定してくれるように頼むのだった人々は誰もこの男を同情したり恐ろしがったりした穂村探偵との出会いもその発作中の出来事だっただがそのうちにいよいよ本当の運命の日が来てしまったはっきりした記憶はない何年何月何日だったかも知らない 青年がふと目を覚ますと彼は見慣れる寝床に眠っていたことを発見したのだった明るい屋根の下の部屋だったぐるりと見回すと五軒四方くらいの部屋だった室内のちょうどは「おぉ」と彼は叫んだよく見るといちいち古い記憶のあるちょうどばかりだった ス色のドンスの垂れ幕美人義丘図とした壁掛けの刺しゅうさては誤って彼が縁を書いた花瓶までがかつて覚えていたと同じ場所に何事もなかったかのようにすまし帰って並んでいたのだったするとこの部屋は「これは故郷の甲州に立っている名言籠だ少年時代に遊び暮らした部屋ではないか」おお あそこには懐かしい小窓がある。あの外には、絵のように美しい聖子が見えるのだ。見たい。見たい。生まれ故郷の聖子を。関青年はむっくり起きようとして、はっと顔色を変えた。手がない。足もないのだ。いや、体全体がないのだ。 お,おこれはどうしたことだ彼は気が変になったようになって辺りを見回した室内の光景に不思議はなかったそしていやあったあった寝床の上に彼の足が長々と横たわっていたどうもあるおお手も見えるではないか 彼は再び起きようと試みた。だが驚いたことに目で見るとそこにあるに違いない手だとか足だのが動かそうとなるとにわかに消えてなくなったように感じられるのだ言葉を変えて言うと全身に少しも知覚がないとでも言おうかいやそれとも少し違うようだ気がつくと枕元に人間が立っている。 見ると3人,人だったその顔には覚えがあった中国服に身を固めた孫家庭と王洋順だったもう一人はピカピカする水色の絹でこしらえた婦人服のよく似合うマリコだった「これは一体何事だい!と」と寛青年は怒鳴った「あなた様はついに亡くなられました」 と孫がいつになく穏やかな口調で言ったバカを言うなお前たちがよく見えているあなた様はお気づきになりませんか孫は顔を一尺ほど近づけて言うのだったあなた様は京浜国道で自動車を電柱に衝突なさいましてごとんし遊ばしたのですぞ 誘拐にお入りになってただいまから幻影をご覧になっています我々もあなた様の霊のうちに残る一個の幻影にすぎませんお互いならばお手をお触れくださいそう言って孫は寛青年の手を取った彼は自分の手がスーッと持ち上がって孫家庭の体をなでているのを見た しかし孫がそこにいることは全く感じられなかった青年は唇を噛んだご覧あそばしませ王もマリコもあなた様の幻想に連れてこれから御意のままにお使いをいたすでございましょうそれからあの小窓から外をお眺めなさいませソテが長く連なっているのが見えます 関青年は気が付くといつの間にか窓辺に寄っていたそこから聖子の風光が懐かしく彼の心を打ったこうして寛青年の幻想生活が始まった彼は思い出したように食事をした死んだ者が食事をするとは変ではないかと考えた「これは幻影だ」 食事は長い間の習慣だ。そんな種類の幻影はなかなか消えるものではないどこかでそうささやくものがあるようだった寛青年は幻影を自由に楽しんだことに彼にとって好ましかったのはマリコをそば近く呼んで他愛のない話をしたりその果てには思い切った戯れを演じてみるのだったが マリコはどんなひどいことにも反抗しないであらゆる彼のよくするところに従った反抗のない生活そこにも寛青年は誘拐らしい特徴を発見しただがそれにも飽きてくると彼はあらゆるものに注意を向けたことに彼を喜ばせたものは音響だったどんなかすかな音響であっても彼は見逃すことなく その音響が何から来るものであるかについて考えるのが楽しみになったことにどうしたわけかこの老台が振動するとともに起こる音響に対して興味が引かれたのだったうっかりしている時にはそれを東京時代に経験した自動車の警笛のように聞いたりあるいはまたお堀の外に重いチェーンを下ろす浚渫船の響きのようにも聞いたしかし後になってそれと気がつき 苦笑がこみ上げてくるのだっ甲州の,の片田舎に円卓の警敵の響きもないものであるそのうちに彼は視覚のまるでない他人の手足のような獅子を意のままに少しずつ動かすことを練習にかかったそれは彼の視覚の援助によってだんだんと正確に動いていったそれは非常に大きい喜びに相違なかったのである この調子で体がうまく動くようになったら彼は何においてもこの天井のガラス板を打ち破りその穴から籠城へ出てみたいと思ったそして広々とした辺りの風景を見るときのことを考えてどんなにうれしいだろうかと胸をワクワクさせたのだったところがある日のこと関青年は困ったことに出会ってしまったそれはふと彼が 生前自室を病んだことを思い出したのだった気をつけていると寝具や床の上までもその不快な血痕が点々として付着しているのを発見した彼は驚いてマリコの幻影を呼ぶと幹部を拭わせた彼女の言葉によるとその自室はかなりひどくなっているそうであるそれだけならば関青年は我慢をしているつもりだったところが彼は 問題を引き起こさずにいられないということになったのは幾度もマリコに地の清掃を命じているうちに今まであらゆる彼の亡霊にただの一度も嫌な顔を見せたことのない彼女がこの自室の清掃には極度に眉をしかめていることに気がついたからであった関青年はついに決心をして家父の孫家庭を呼んで自室の治療をしたいと言った 損は非常に困ったような顔をしたが。なにぶんここは固い田舎のことでございますから、甲州へ出まして意思を見つけてきます。わい間3日間お待ちくださいまし。と言った。何を置いても早いくせい。い菅青年は寡婦を激励したのだった。それから3日目のことだった。孫はニコニコして部屋に入ってくると。 地の医師を連れてきたことを報告したのち「この医師は口がきけず耳も聞こえませんから何もお話しなさってはなりませぬぞ」と厳かな顔つきをして付け加えたそこへ王葉淳が一人の不思議な男を案内してきた色の合わせた古い型の帳簿を着ていていつも口をもぐもぐさせては時々ちょっと音をさせて 真っ黒い唾を吐いをたそれは多分よほど紙タバコの好きな男なのだろう彼はカビ臭いカバンを開くとピカピカ光る手術道具を取り出した王と孫が寛青年の衣類を脱がせた「マリコがいてくれればよいのにマリコはどこへ行ったのだろう」寛青年はマリコが今日は少しも顔を見せないのに不審を打った オートが寛青年の両足を押さえつけているとその紙タバコ好きの医師はメスを探すやらガーゼを絞るやらで一人でてんてこまいをしていた寛青年は退屈を感じて医師の顔ばかり見ていたことにそのよく動く唇を呆れて眺めていた「これは変だな」と寛青年は胸の中でつぶやいた 寝台の下でガーゼを絞っている医師の目は何事かを彼に訴えるかのように動いていたそこの場所では寛青年の足を押さえている孫と王の視線が全く届かないところだった怪しい医師は警告の目つきをした後で唇をビクビクと動かせた寛青年はしばらくその唇の動くのを見ていたがあっ とばかりに心中驚いた。それというのがその怪しい。意志の唇はタバコを噛んでいると見せかけて、唇の運動がモールス符号を打っているのだった。それをいちいち判読して綴ってみると次のような文句になった。手術後がぜを取って手が身を見よう。手術後。 ガーゼををって手紙を見よ。この信号は繰り返し発信されたのだった口の聞けず耳の聞こえない医師は最後に大きいガーゼを当ててその周囲を絆創膏で止めるとついにイチゴも発しないで部屋を出て行った孫も王も医師を見送るためにこの部屋から出た寛青年にとってチャンスは今だった 彼は手を伸ばすとガーゼを掴んだ。手を動かす練習をもう少し遅く始めたのだったら、彼はこのチャンスをむざむざと逃したかもしれないのだ。ガーゼの中には、果たして小さく折った紙片が入っていた。彼は口も使って、苦心の結果その手紙というのを開くことに成功した。そこには、 寛青年の脳髄をしびらせるほどの重大なことがしたためてあった「今夜伝統の消えるのを合図に天井のガラス板を破って逃れいでよ」寛青年は三度ほど読み返すとその紙幣を丸めてポンと口の中へ入れて飲み込んだ「脱走せよ」というものがある何者とも知れないしかしこれも 死後の世界における幻想であろうか。これが生きているのだったら軽々しい行動は考えなければならない。しかし、どうせ死んでいるものなら二度と死ぬことはないだろう。無料に困っている自分のことだ。では、やっつけろ。関青年は決心した。だが今はまだ日中である。聖子の方を眺めると、 屋根のガラス天井の上からは強い太陽の光線が部屋中いっぱいに差し込んでいる脱走しろという夜分になるのはなかなかだそう思って関青年は窓に寄りかかったままガラス天井のどの辺りを破ってやろうかと上を見たその時だったまさにその時だったこれが天変地異というものだろうか 奇跡とはこのことであろうか。信ぜられない。信ぜられない。ああ<っ>関青年が見上げていたガラス天井が突然真っ暗になった。あのカンカン日の照っていたガラス天井が一瞬間に光を失ってしまったのだ。関青年の毛髪はあまりの恐ろしさのためにまるでハリネズミのように逆立った。まさか 窓の外を見ようとして振り返ったがそこには同じような暗黒があるばかりであの絵のような美しい聖子の姿はどこにもなかった室内全体が真っ暗だったこんなバカげたことはない関青年は自分の視力が一瞬に滅びたのかと思ったそれとも太陽が突如として消滅し世界が真っ暗闇に帰ったのかとも思った ドドドーンという音響を聞いたと思った。関青年ははっと気がついた。今夜の停電というのがこれだそしてこれには何か根本的な誤尾がある彼は持っていたニッケルの文鎮をやっと天井と思われる方向をめがけて投げ上げた。ガラガラとガラス天井が崩れる音がした。その途端にパッと明るくなった。 二度目の奇跡。太陽は再び燦燦たる光線をガラス天井の上に降り注いだ「畜生こんなからくりに人をだましやがって」青年は壊れた天井の間から大空を見上げるとそこには青い大空の代わりにもう一層の天井があってこの二つの天井の間に食力の強い電球がいくつもついているのが見えたああ この欺瞞に満ちたインチキ日光に青年は幾日幾月を憧れたことだったろう彼は一つうなずくと素早く聖子を望む窓辺に駆け寄り重い花瓶をハッと投げつけたガタリという物音がして聖子の空の辺りが2つに裂けて倒れたこれは 近視眼の寛青年を利用したパノラマでしかなかったことが暴露されたのだった外にはどうやら歓声が上がっているような気配だっただがどうしたのか孫も王もそれからマリコも上がってくる様子がなかった寛青年は片手にハンマーをつかむとひらりと寝台の上に飛び上がり「やっ」と声をかけると天井裏に飛びついた彼の全身には エネルギーがはち切れるようにあふれているのが感じられた彼の手に握られたハンマーは天井板を木っ端みじんに砕いていった彼は勢いに任せどんどん上に向かって出ていった壁土のようなものがバラバラと落ちガラガラと屋根瓦が墜落するとそのあとから冷え冷えとするヤキが入ってきた寛青年はその穴からひらりと外に飛び出したのだった おこれはそれは見覚えのある銀座裏の袋工事に沿いなかった彼の立っているのはカフェドラゴンとお堀との間にある2本建ての2階屋の屋根だったハンマーで打ち抜いてきたのは一部が隣の煙突に抜ける換気口だったそれは寛青年をして甲州にある気持ちを抱かせるについて2階屋の中に建築した 彼の密閉室の換気を行う装置だったしかしいつもの夜の銀座裏と違うところがあったそれは家の周囲に幾千人の群衆が集まっていてわわと四方へ波のように動いていることだったどこから撃つのやら時々ヒューとうなって銃眼が耳をかすめて飛び去ったおおここにいましたね看護人君 いきなり寛青年の背後から声をかけたものがあった彼はギョッとして振り向くとそこには嫁にもそれとわかる人の姿があったそれは例の怪しい意思だったこれは一体どうしたことなのですそして君は誰です寛青年の声は火のようであったあなたの祖先の地が寛宇陣君の帰国を待っています その怪しい医師はパキパキした声で言った何一刻も早くご帰国なさいだがここでご覧の通り事態は極度に悪化しています逃れる道はただ一つお堀をくぐって山下橋へ怪しい医師は小さい包みを菅青年にそっと握らせた青年はその手を無言のうちに強く握り返すと そのままつつっと屋根の上を走ると見る間にひらりと身を踊らせて飛び降りた大きな水音が聞こえるとかの怪しい医師は暗闇の中にニッと微笑したのだった昨夜の事件は。 当分記事禁止らしらいね。私は片手を包帯で痛々しく釣った穂村に言ったそれほどのことでもないがとむらはにやりと笑ったこっちで騒ぎを大きくしたようなものさボラギノール一瓶で君があんなに器用な真似をするとは思わなかった君があの瓶を拾ってくれなかったらこの事件は今頃どうなっていたか知れやしない は大きくため息をついてそこに脱ぎ捨てである中国医師の服装の上に目を落としただが孫家庭が呼びに来てくれるまでは気が気じゃなかったあの風変わりな新聞広告が聞いたのだね <laughs> 何を思い出したのかムラが笑った久しぶりに見る彼の笑顔だった関青年はうまく脱走したから。 大抵大丈夫だろう穂村は大して心配していない様子だったそれにしてもどうして孫家庭は寛青年に背いたんだ大きな金と名誉等を握らされたんだよ彼は吐き出すように言った中華民国の崩壊を何とかして支えようという某要人が孫を買収したのだ王要人はその要人の一味だ もし関青年が今日のように切迫した時局を知ったら彼は立ちどころに古山に帰り楊子港と仙洞港との下流一帯を休合して1,000年前の五の王国を起こしたことだろうそれは中国の心臓を関青年に握られるようなものだだから当分のうち時局の切迫を関青年に知らせずに置くことが必要だったのだ そうかといって彼の生命を断つことは今日あの辺に虚偽を要している大人連の怒りを買うことであってそれは不利益だそこで寛青年をそっと幽閉しておくことになったのだそれも普通の方法では寛青年の疑惑を避けることができないからあのような面倒な道具立てをしかの青年の近くを鈍魔させてあの狂言を打ったのさこれは 中国人でなければできない良いシュートぶりだよするとマリコという女は一体どうしたわけの人なんだねあれは少しばかり儲け仕事をした女にすぎないろん中国人ではなく我々と同じ国籍を持っているんだよ事件の中に若い女が一人飛び出すとすぐその人がヒロインになってしまうことが世間には多いが今度の事件では 彼女は一個のワンさがあるにすぎなかった殺人がなかったこととそれとが今度の事件の2つの特異性だったとでもこじつけ面接を掲げておくかねハハハ